ニコライオキッチはセルビアのプロバスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツに所属している。ポジションはセンター。相性はジョーカー。トリプルダブルが最も多い NBA プレイヤーの史上トップ10にランクインしており、NBA 史上最短出場時間でのトリプルダブル達成を記録している。2012年にセルビアの国内リーグでプロデビュー。その後、 ABA リーグで名を挙げたヨキ吉は2014年の NBA ドラフトで41位でデンバーナゲッツから指名を受けた。2014から15シーズンは ABA リーグの MVP に選出されるなど大きく飛躍。2015から16シーズンそして2015年6月28日にデンバーナゲッツと4年契約を締結。 11月18日のサンアントニオスパーズ戦で23得点11リバウンドのダブルダブルを記録。2016年2月1日のトロントラプターズ戦では27得点14リバウンドを記録するなどルーキーながら中心選手に定着し、最終的には平均10得点7リバウンドを記録し2015から16シーズンの NBA オールルーキーチームのファーストチームに 選出された。2016から17シーズン2017年1月16日のオーランドマジック戦で自己最高の30得点を記録。同月19日のサンアントニオスパーズ戦では自己最高をさらに更新する35得点を記録した。2月3日のミルウォーキーバックス戦では20得点13、リバウンド11アシストを記録し、自身初にトリプルダブルを達成。 11日のニューヨークニックス戦では自己最高をさらに更新する初の40得点を記録した。また全体で4位となる6回のトリプルダブルをマークし、ミ i p 投票では第2位とリーグでも有数のオールラウンドビッグマンとして大きく成長を遂げた。2017から18シーズン11月7日のブルックリンネッツ戦で自己最多を更新する41得点を記録した。 2018年2月1日に行われた、オクラホマシティサンダー戦で、今季3回目のトリプルダブルとなる29得点、13リバウンド、14アシストを記録。試合はナゲッツが127から124で、勝利した。2月13日に行われた、サンアントニオスパーズ戦で、今季4回目のトリプルダブルとなる23得点、13リバウンド、11アシストを記録。 試合はナゲッツが117から109で勝利した。2日後の2月15日に行われたミルウォーキーバックス戦で30得点、15リバウンド、キャリアハイの17アシストを記録、前半だけでトリプルダブルを記録する活躍で試合はナゲッツが134から123で勝利した。また、ヨキッチは今回のトリプルダブルを14分33秒で達成しており、 1955年にジムタッカーが記録した17分でのトリプルダブル達成を更新し NBA 史上最速の記録となった2月23日に行われたサンアントニオスパーズ戦で28得点11リバウンド11アシストを記録これで3試合連続でのトリプルダブルとなった試合はナゲッツが122から119で勝利した 3月7日に行われた、クリーブランド・キャバリアーズ戦で36得点、13リバウンドを記録、試合はキャバリアーズに113から108で敗れた。3月11日に行われた、サクラメント・キングス戦で、今季7度目のトリプルダブルとなる20得点、11リバウンド、10アシストを記録、試合はナゲッツが130から104で勝利した。 3月15日に行われたデトロイトピストンズ戦で今季8度目のトリプルダブルとなる23得点、12リバウンド、10アシストを記録した。シーズン8度のトリプルダブルは1988から89。シーズン2、ラファイエット・リーバーが記録した9度のトリプルダブルに次ぐ、チーム史上2番目の記録となった。試合はナゲッツが120から113で勝利した。 3月19日に行われたマイアミヒート戦で34得点、15リバウンドを記録、試合はヒートに149から141で敗れた。4月1日に行われたフェニックスサンズ戦で35得点、13リバウンドを記録、試合はオーバータイムの末、ナゲッツが128から125で勝利した。4月7日に行われた ロサンゼルスクリッパーズ戦で今季9度目のトリプルダブルとなる23得点、11リバウンド、11アシストを記録、試合はナゲッツが134から115で勝利した。4月9日に行われたポートランドトレイルブレイザーズ戦で今季10度目のトリプルダブルとなる15得点、シーズンハイの20リバウンド、11アシストを記録、 試合はナゲッツが88から82で勝利した。2018から19シーズン2018年7月9日、ヨキッチはナゲッツと5年間で最高1億4800ドルの契約延長に合意した。2018年10月20日、フェニックスサンズ戦で35得点、12リバウンド、11アシストを記録し、チームも119から91で勝利した。 この試合で彼は NBA において、ウィルト・チェンバルンが1966年と1967年に2度達成して、以来2人目となる、フィールドゴールが100%かつ30得点以上のトリプルダブルを達成した。また、ナゲッツにおいて、ラファイエット・リーバー以来、シーズン最初の2試合でトリプルダブルを達成した2人目の人物となった。ヨキッチはシーズン最初の1週間で、 ウエスタイコンファレンスプレイヤーオブザウィークを受賞し、アレックス・イングリッシュ、リケンベム・トンボ、カーメル・アンソニー、アリン・アイバーソン、チャウンシー・ビラップスと並び、フランチャイズ史上3回以上受賞した6番目のプレイヤーとなった。2018年11月3日、ユタジャズ戦でシーズンハイとなる7得点、16アシスト、10リバウンドを記録し、 チーム103から88で勝利に導いた。2018年11月9日、ブルックリンネッツ戦でシーズン敗となる37得点、21リバウンドを記録し、チームは112から110で敗北した。2019年1月5日、シャーロット・ホーネッツ戦でシーズン敗となる39得点を記録し、チームは123から110で勝利した。 2019年1月8日にマイアミヒート戦で29得点、11リバウンド、10アシストを記録し、チームは103から99で勝利した。この試合で、ヨキッチは23歳で NBA のキャリアで通算20回目のトリプルダブルを達成した。これは、オスカー・ロバートソンとマジック・ジョンソンが共に22歳で達成して以来3番目に若い記録である。 その2日後、ロサンゼルスクリッパーズ戦で18得点、14リバウンド、10アシストを記録し、チームも121から100で勝利した。2019年1月13日、ポートランドトレールブレイザーズ戦でシーズンハイとなる40得点を記録し、チームは116から113で勝利した。2019年1月19日、クリーブランドキャバリアーズ戦で19得点。 12アシスト、11リバウンドで、今シーズンでの6度目のトリプルダブルを記録し、124から102で勝利した。これは、NBA キャリアにおける彼の22回目のトリプルダブルである。2019年1月27日、フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で32得点、18リバウンド、10アシストを記録し、チームは126から110で勝利し、 自身もこのシーズン7回目のトリプルダブルを記録した。2019年1月31日に、自身初となる2019年 NBA、オールスターゲームのウェスタンカンファレンスのリザーブとして、指名を受け、2011年のアンソニー以来のナゲッツからのオールスター選手になった。そしてこのシーズンナゲッツは、プレイオフに出場し、ウェスタンカンファレンスセミファイナルで敗退してしまった。 2019から20シーズン2019年11月8日、フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦にて、ヨキッチは残り1.2秒で、クラッチショットを沈め、21得点の点差から98から97の大逆転勝利をもたらした。2日後の試合では、またしてもクラッチを決め、ミネソタティンバウルブズに100から98で勝利した。2020年,年1月6日、 アトランタホークス戦にて、キャリア最高の47得点を記録し、123から115で勝利した。同年2月4日、ユタジャズ戦にて30得点21リバウンド10アシストを記録し、98から95で勝利した。30、20、10ゲームを記録するのは、デマーカス・カズンズが達成してからの4年ぶりであり、25歳以下の選手が記録するのは、 カリーム・アブドゥル・ジャバー以来となる3人目となった。1月30日、ヨキッチは2年連続で NBA オールスターゲーム、選ばれた。ナゲッツの選手が2年連続でオールスターに選出するのは2011年ぶり、カーメロ・アンソニー以来となった。シーズン再開後のプレイオフでは、第1ラウンドでユタジャズと対戦。残り27秒で78から78の、 同点のところヨキッチは得意のフックショットで試合を締めくくり、自身は30得点14リバウンド4アシストを記録し、勝利をもたらした。9月13日のカンファレンスセミファイナル第6戦にて、後半19得点の点差から、ナーゲッツは大逆転し、ヨキッチは34得点14リバウンド7アシストを記録、111から98で勝利に導いた。 9月15日の第7戦では16得点22リバウンド13アシストのトリプルダブルを記録し、ナゲッツは下馬評で優勢だったロサンゼルスクリッパーズに104から89で勝利した。そしてヨキッチはティム・ダンカンとケビン・ガーネットに加わりリーグ史上、ポストシーズンに20リバウンド以上ののトリプルダブルを記録した唯一の選手となった。またこの勝利により、 ナゲッツは同一、ポストシーズンで1勝3敗から2度の巻き返しに成功した NBA 史上初のチームとなった。ナゲッツは2009年以来のカンファレンスファイナルまで進み、ヨキッチは第3戦で22得点10リバウンド5アシストを記録するなど奮闘したが、今シーズンの NBA チャンピオンであるロサンゼルスレイカーズに1勝4敗で敗れ、 自身初の NBA ファイナル進出にはならなかった。2020から21シーズンキッチは、シーズン序盤からトリプルダブルを連発し、シーズン平均トリプルダブルに近い数字でこのシーズンをスタートした。2月7日のサクラメントキングス戦では、キャリアハイの50得点を記録、3月3日のミルウォーキーバックス戦では、ウィルト・チェンバレンに続きセンター史上2人目となる。 通算50回目のトリプルダブルを記録した。また3月には、自身2度目となる、月間 MVP も受賞している。シーズン中盤には、ジャマール・マレーが怪我で離脱するもチームを牽引し、チームを、ウェスタンカンファレンス3位に導いた。ヨキチ自身も、平均26.4点10.8リバウンド8.3アシストを残し自身初、またチーム初。 ドラフト二巡目指名の選手として、史上初となる MVP を受賞した。プレイオフビッグマンとしては突出した視野の広さ、ボールハンドリング、パススキルの持ち主であり、コート上で、あらゆるパスを操り相手ディフェンスを混乱に陥れる。柔らかいタッチのポストプレイに加え、ミドルレンジや 3P シュートにも長けており、得点能力も高い。 リバウンド能力も年々向上し続けており、現役屈指の攻撃型センターとして、なお馳せている。反面、身体能力は、高いとは言えず対人のディフェンスは苦手としているが、パスコースと相手の動きを予測することで、身体能力の低さを補っている。2014年フィババスケットボールワールドカップで、セルビア代表に初召集され、準優勝に貢献。 2016年リオデジャネイロオリンピックでも銀メダル獲得に貢献している。ありがとうございます。